こんにちは、たくみクラフトと申します。今日は MXR のマイクロアンプのレビューをしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。はい、これはまあワンノブの定番のクリーンブースターなんですが、非常にナチュラルにブーストしてくれるっていう感じですね。で、早速回路の話なんですけども、パーツ数がだいたいですね、音に関わる部分のパーツ数がだいたい15から16個かな。うん、回路見た限りはそのくらいだと、まあどれをその音に関係ある回路のパーツに含めるかっていうと、個人的な見解がそれぞれあると思うんですが、だいたい15から16個のパーツで構成されているエフェクターです。で、中見てみたんですが、なかなか量産品にしてはいいパーツを使われてるなっていう感じですね。はい、もう一回オフにしてみます。オンにします。はい、ちょっと間違えましたけど、そうですね、そういう感じの色付けの少ないブースターかなっていう感じです。じゃあちょっと歪み入れてみたいと思います。これ私自作したライオットですのコピーです。まずマイクロアンプなし。マイクロアンプ入れてみます。はい、こんな感じで、まあライオット結構いい音のペダルなんですけど、こんな感じで、ソロでブースターとして使うにもいいと思います。次はちょっとですね、接続順を入れ替えてみて、前段のブーストにしてみたいと思います。はい、ちょっと接続順を入れ替えてみました。さっきより、レベルがこっちの、レベルになるので、ボリュームを上げてますが、原因の量は変えていません。はい。で、まず、マイクロアンプオフの状態の音です。マイクロアンプオンにしてみます。はい、こんな感じで、まあ前段の入力が増える分、ゲインが増して音圧のある感じになりますね。もう一回オフにしてみます。
にしてみます。はい、こんな感じで、前段でブーストしてもいい感じに歪みの量を上げてくれるかなと思います。なので、後段で音量ブーストに使ってもいいし、前段で、ゲインブーストに使ってもいいしっていう、非常に使い勝手のいいエフェクターかなと思います。で、バッファー代わりに使う人もいますよね。エフェクターボードの一番初めにブースト量少なめでオンにしておくことで、信号にノイズとかに強い信号に、まあインピーダンスの変換っていうんですけどに使われるようなペダルでもあります。レッチリの元レッチリ復活することになったそうですが、ジョン・フルシアンテなんかもマイクロアンプをボードの最初につないでたりしますよね。はい。で、ちょっと詳しい回路の話なんですけど、このマイクロアンプっていうのは非反転増幅回路っていう呼ばれる回路になっていて、まあ一般標準的なアンプ回路、オーディオアンプなんかのその、IC オペアンプを使った、増幅回路の本当に、標準的なモデルにを採用していてですね、まあごくごく自然な本当にただ単純に信号を増幅するような回路になっています。でその非反転っていうのは何かって話なんですけど、これ位相の話で、正相と逆相っていうのがあるんですけど、ギターから出た信号がそのまま、プラスとマイナスが入れ替わらない、その交流なんですけど、交流でプラスとマイナスにこう上下行ったり来たりするんですが、その向きが入れ替わらないっていうのが非反転増幅回路の特徴ですね。で逆に、反転増幅回路って呼ばれるものがあって、これは例えば有名なのがアイバニーズの TS なんかなんですけど、これは反転増幅回路と呼ばれる回路で、位相が反転するという回路になっています。で位相の話っていうのは、ギター一人で弾いてる分には、正相か逆相かっていうのは分からないもんなんですよ。聞いただけでは波形を見れば分かるんですけど、音を聞いただけでは基本的には分からないものなんですが、どういう時に問題になってくるかっていうと、例えばバンドで一緒にせーのってアンサンブルで合わせたりとか、あと例えば卓録でギターの音を取って、でもう一本ギターの音を取って、でベース取って、でそれを音を重ねた時に正相のものと逆相のもので、例えば同じコードを同じタイミングで鳴らした時に正相と逆相のものが混じってると、お互いこう打ち消し合ってしまって、音量が音圧が下がってしまったりとか、音抜けが悪くなってしまったりとかっていうすることがあるんですね。なのでそうやってバンドで合わせたりとか、ミックスで合わせたりするときに、問題になってくるのが位相っていうものの話です。詳しくは調べてみていただければいいと思うんですが、そういう意味合いでいうその位相っていう話のときに、この MXR のマイクロアンプは、非反転増幅回路なので反転しないっていうことになります。でエフェクターボードなんかっていうのは、そのエフェクターごとで反転したりしなかったりっていうのが様々なので、モデルなので、しかもこれは説明書なんかには書かれてないことが多いので、最終的に反転するかしないかっていうのがもうごちゃごちゃになってきて、だんだんわからなくなってくるんですが、すごくこだわる人はどのエフェクターをがオンになった時に最終的な出音が正相なのか逆相なのかっていうことを、把握しておくと、最終的に音を合わせた時にうまい具合に音圧を出せたりとかできるかなと思います。まあそこまでね厳密にこだわる必要があるわけではないとは思うんですけど、まあそういう話もあるよということを、ちょっともし知らなかった方はちょっと知るきっかけになってもらえればなと思って、今ちょっと長々とですがお話ししました。はい、それでは今日は MXR のマイクロアンプのレビューでした。
よろしければチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。ツイッターには最近、弾いてみた動画なんかもちょっと載せ始めてるので、よろしければぜひそちらもご覧ください。以上、たくみクラフトでした。